こんにちは、みやこです。今回はね、手法とか細々としたものを制作していきたいと思います。手法の制作は説明書だと62番から始まります。エッチングパーツがね、徐々に慣れてきて、とてもねスムーズになってきました。でもね、ラッタルとかはねガチでね苦手ですね。こういうね平坦のやつならね全然楽勝なんだけど、折り曲げたり加工がねまだまだ練習あるのみだなって思いましたね。でね、接着剤は前教えていただいたやつが大好きでね、もう愛用しています。で、こちらの部分ですね、手法の中に測距器があるんですけどね、それもちゃんと再現されていてすごいですね。動くしね、閉じちゃったらもう見えないんですけどね、これは作ってる時だけのお楽しみですね。ってことでね、同じものを3個作れました。ここまではね3つとも同じ手順でやっていきます。2番3ターン3番砲塔の部分は穴を開けるんですね。上に戦うやつを備え付けるので、ここだけね注意して全部穴開けないように気をつけました。でね、左利きあるあるなんですけど、このねドリルの向きね、いちいちちょっと考えないといけないんですよね。そういうね同じ左利きの方からのねコメントいただいて、うわーめっちゃわかると思って。右利きの人ってもう無意識に開けられるんですよね、きっと。回転の向きとか気にしないでねっていうねいや全然嫌味とかじゃないですよ。これは手法新規部ですね。1つにつき3つつくので、合計で9個同じのを作りました。で、ここのね方針のカバーは2種類あるので、差し替えたりしてこの楽しむことができます。で、私の本当に苦手なねラッタルの曲げですよね。このさ、ここ曲げんのみたいな、真ん中の何チョコンってなんかね、なんか気づかないようなところも曲げなきゃいけねえんだと思ってめっちゃ苦戦しました。なんか曲げ方のさ強さによって全然ね向き変わっちゃうしね、もうこんなですよ、できマジむずいですね。うん、いっぱい作んなきゃいけないからたくさん練習したんだけど、どうにもねむずくて、多分ね後で完成した時にね、わなんだこのラッタルってガタガタじゃねえかってなんか言われそうな気がするんですが、え待ってむずくねみたいな、これちゃんとできるのって練習何年かかんだよみたいな。もう私が不器用なのもあるんだけどね、なかなか上達しなかったですねこれだけじゃ。で、ここのね9つ作ったやつをはめ込むんですけど、ここは接着しないでこのままね上のやつをポッてはめ込むと手法が自由に稼働できるので、ここ接着しないようにですね。皆さんからね、流し込み接着剤本当に流し込むだけでいいんだよみたいなコメントをいただいたのでね、結構うまくなったんじゃないかなって思います。使い方ほんとなんか今まではねパーツに直接つけて筆、細い筆を使ってたんだけどね、今はね流し込んでみたいな、ちょっと自分でも何言ってるかわかんないんだけど、ちゃんとね流し込むように心がけています。そして手法の目玉ですね、手すりのねディティールアップパーツをつけようかなって思います。教科書通りね、最初ピンセットで起こしてあげて、その後ねなんか指でコリコリすると取れたんですよ。気持ちかった、めっちゃやりすぎるとね指痛くなるんですけど、こんな感じでねトリマー1列出してみたいな感じでちょくちょく使っていきます。手すりの穴は 0.3 ミリのピンバイスで穴を開けるっていう指示があるので、このね穴はちゃんとガイドがあるので、その穴に直接ぶっ刺してやれば簡単に穴を開けることができました。で、手すりはね主に番号あるんですけど、6番の手すりを使っていきます。でね、手すりの穴はなんだ、深さ 0.5 ミリまで開けてねって書いてあるんだけど、みたいな0.5 どうやって測るんだよって思ったから、まあ適当にね貫通しないように、あここまでくらいかなってちょっとねもう適当に穴開けてますね。で、このね棒を入れていくんだけどね、この作業めっちゃ楽しかったですね。うん、私こういうの意外と好きかもしんないって思いました。で、ちょっと気をつけたのは手すりの棒の向きですね。こういう斜めとかだと丸い穴の向きをちょっと考えてやんないと、後で貼る導線の向きがね
結構カクカクになっちゃうので、向きだけはね気をつけて、今穴がどっち向いてるかなみたいな気にかけながらやってみました。あと棒がね斜め向かないようにもね気をつけて、次にねこの手すり、これ 0.1 ミリの銅線をね、穴2本開いてるんで上下2本通すんですけど、さっき下やった方がやりやすいよって教科書に書いてあったので下から通してみました。これねすごいね家庭科の授業を思い出しますね。裁縫のさ、最初糸通すじゃないですか、あれずっとあれやってるみたいな感じあれより多分めっちゃ細いですよね。その1でね紹介したあのルーペみたいなのを使おうと思ったんですけど、いやまだ肉眼で見えるぞと思って意地張ってずっと肉眼でやってたら目が疲れました。で糸通し終わったら瞬間接着剤をね固定して強力に固めた後に、はみ出したね銅線をカットして、こういうなんかラッタルの部分とかもいちいち切るよりは全部つなげて後で切った方がやりやすいかなと思って、もうバババって後で切ればいいや精神で、ちょっとねもったいないかもしれないけどそうやってね使ってます。これをねあと手法3つあるので3つ分やるんですけど、この手すりでね1日使っちゃいましたねいやーめっちゃ大変だったな、でもね楽しかったんだよな。いやーこれからねこの手すりの作業死ぬほどあるのでね、まだまだ楽しみがいっぱいありますね。手法の方針の部分はこのね追加ディテールアップパーツを買って、とメタルパーツなので下地を拭いて塗装っていう感じにしました。でこれね手法の中の部分なんですけど、後で取り外しができるようになるんですね。で教科書では艶消しの白を塗っていたので同じく真似っこして白を塗ってみました。でこの実際のこの手法はこの部分で重量2760トンもあったんですね。これは日本海軍の大型駆逐艦に匹敵する重さだったんで、これが3つついてるだけでもねめちゃくちゃ重いことが私でも分かりますね。でこれ動画で何をつけてるんだっていうことなんですけど、これさっきねディティールアップパーツで手法のやつ買った時についてたおまけみたいなやつなのかな、こういう玉が実際にもねここに入っていて、ここからねどんどん上がっていくよっていう仕組みをねなんか作りながら学びを与えてもらいましたね。すごい面白かったです。後で紹介するんですけど、参考にした本でもねかなり手法のメカニズムが詳しくなっていたので、それを見ながらね楽しく作ることができました。これでね手法が完成となります。続いて艦載機の製作に入ります。説明書だとね後ろの方の手順になりますね。でこちら教えていただきました、ちょっとコメントが見つからなくて急いでメモした時のものなんですけど、黒い接着剤のね早いやつがあるということで、これだとね流し込んだかね実際に目で見えるので、わあこれいいじゃんと思って、もうこのコメントを見つけた途端にね買いに行っちゃいましたね。乾いた後も黒くなるので、まあ塗装は必須だなって思ったんですけど、こうやってね流れていくのをね目視できるのめちゃめちゃ気持ちいいですね。この毛細管現象ね面白いですね。でねこれねヤマトの上についてるこの艦載機なんですけど、今までずっとゼロ戦ゼロ戦って呼んでて、いろいろご指摘をいただきました。もうねゼロ戦とは呼ばないようにしてね行かないとですね。でこれはエッチングパーツで作った飛行機運搬台車っていうやつですね。ある程度組み立てが終わったらこうやって台紙に貼っつけてね、上だけこのゼロ戦の、あ、ゼロ線じゃないね、鑑定色らしい色をね先塗って、ポイントはね上だけに拭くっていう感じですね。下は別の色で筆塗りをするので上だけねヤブラシで拭くように注意しました。でこの下筆塗りするのは教科書に書いてあったんでそのままやってみたんですが、私ね筆塗りがすごい下手くそなのを塗ってる時に思い出して、わあなんならこれまたねさっきと同じ方法で下だけヤブラシで拭けばよかったかなってめっちゃ痛感してますね。いやほんと筆塗り下手なんですよね。まあ2回3回とね塗り分けていくうちにどんどんねムラがなくなるのはいいんですけど、でもねムラをねだだってだ
塗り入れてないしね、厚塗りになっちゃうしでね、全然墨入れ入んねえよみたいな感じでね、ちょっと後悔してますね。でね、この艦載機っていう呼び方なんですけど、日本海軍では戦艦や巡洋艦に搭載する水蒸気を艦載機と呼び、航空母艦に搭載する航空機を艦蒸気と呼んで区別していたらしいんですね。へえと思ってちょっと紹介してみました。こういうね、プチ情報とかもこの教科書すごいたくさん載っているので、ほんとね、詳しくなれますね、作りながら。めっちゃ面白いですね。そしてまた艦載艇は正式には総載艇と呼ばれていましたが、ここでは通称の艦載艇と記述しますということらしいので、私もね、通称の艦載艇って呼んでおります。あ、今の艦載艇の説明はボートのことですね。今ちょっと艦載機を作っていたので、ちょっとややこしくしてしまってごめんなさい。で、この裏面の墨入れですね、全然入らない、拭き取ったら全部消えてしまうっていうね、痛恨のミスですね。推定者デカールを貼るときはマークセッターとマークソフター2種類を準備しました。最初ね、マークセッターの貼り方を見ていこうと思います。デカール切り出すで水につけるまでは一緒なんですけど、そっからね、マークソフターはデカールの糊を強くしてくれるのかな。でね、よりねデカールを密着させてくれる役割を持っています。水の中でね、糊がある程度溶けちゃうのでね、それを糊の復活みたいな的な感じでよろしいんですかね。で、余分な水分は綿棒でね、優しく抑えながら水を押し出すみたいな感じでね、やっていきます。ゼロ戦めっちゃちっちゃくて可愛いですよね。あ、ゼロ戦じゃない。で、この風防なんですけど、マスキングして貼るのはとても大変だということで、すごいね、デカールで再現してくれるっていうすごい方法をね、やってくれましたね。で、次にマークソフターを使ってみます。これはね、デカールを柔らかくしてくれて、その曲面にね、ぴったりフィットしてくれる、すごいね、優秀なやつですね。普通のデカールだとね、結構固めなのでピンピンしちゃうんですけど、このマークソフターを塗ってあげるとすごい柔らかくなるのでね、ね、思った通りのね、曲面とかにね、ぴったり貼ることができましたね。これでね、難しい風防の表現もね、できて、いや、いいですよ。ちょっとね、貼るのちょっと苦戦するけど、まあ慣れですよね。こうやって綿棒でね、より密着させてあげてね、もともとあったあのパネ、あのラインがね、いい感じになりましたね。てな感じでどんどんデカールを貼っていって、こんな感じになりました。いやー、なんか色が入るとカラフルになっていいですね。で、最後にね、エッチングパーツのプロペラと、その先っちょにつけるやつはあらかじめシルバーで塗ったものを最後に取り付けたら、もう艦載機の出来上がりです。いや、めっちゃ可愛いな。やっぱ黄色とか赤が入るとね、一気になんか華やかになりますよね。で、この艦載機の塗り方ちょっとミスっていて、本物のやつとね、色の塗り分けがちょっと違うんですよね。なのでちょっと時間があったらね、塗り直してっていうのをやりたいんですけど、ちょっと考えます。絶対にやるとは言い切れません、ごめんなさい。ってことでね、続いて艦載機のボートですね、ボートみたいなやつの製作に入ります。このね、やり方は教科書のまんまやってみました。まずね、木の下の部分をレッドブラウンで塗って、この甲板みたいな木の部分はダークイエローで再現するといいよって書いてあったので、マスキングして塗装、またマスキングして塗装みたいな感じで、合計3色ですね、エアブラシで拭きました。この大きさもめっちゃ可愛いですね。で、ダークイエローとレッドブラウンをマスキングした後に、最後このね、ヤマトのグレーのやつを塗ったら終わりっていう感じですね。今までマスキング大嫌いでずっと避けてきたんですけど、それよりもね、筆塗りの失敗の方が怖いので、おとなしくマスキングしてね、エアブラシで拭くようにしました。いや、このね、テープ取るとき気持ちいいですよね。皆さんにもね、この快感を味わっていただきたいのでね、このマスキング剥ぐシーンは結構大事にしていますね。塗り分けるとね、一気になんかリアルさが出ていいですね。ボートのパーツこれだけなので結構簡単にできそうです。で、こういうね、ちょっとした部分塗りはもうね、爪楊枝でやっちゃってますね。筆洗うのめんどくさいし、これだけなのでっていう感じでね。で、続いてこの墨入れ塗料のグレーを使って、このね、分け目をもっとくっきりしたらいいかなと思ってやったんですけど、普通にブラックでやっても
よかったですね。あんま全然わかりませんでした。で、最後の部分塗りですね。この白いところを、先生は普通にラッカーのホワイト使ってたんですけど、私はエナメルのホワイトを使って、後で綿棒でね、拭き取れるようにしたかったので、エナメルを使ってみました。いやー、ほんと、こういうの苦手なんすよ。でもね、後でエナメルでね、このホワイトだけ拭き取れるので、そこはね、楽な道を探してやっていきます。で、乾いたらこのねパーツを接着する作業に入るんですけどね、うまくはまって、あ、これ大丈夫そうだなって思ったらね、接着剤つけずにね、そのままはめっぱにしてることが多いですね。だとね、接着剤つけすぎる時のリスクの方が怖くてね、つけすぎると塗料も一緒に溶けちゃうのでね、それが嫌なので、なるべくね、あ、ピタってはまった、もう大丈夫だって時はね、接着剤サボってますね。で、下のねエッチングパーツをつけてやることで平坦でね、後のヤマトにくっつける時の接着が楽になるよっていうね、優しい設計にね、ありがたいですね。もう関西ってがこう可愛くてね、いっぱい写真撮りましたってことで、今回はね、ここまでにしようと思います。関西機のデカールはね、後で必ず貼って完成までに間に合わせます。最後まで見てくださりありがとうございます。いかがでしたでしょうか。前のヤマトを作っていた時に買った本がこちらなんですけど、これにね、手法のメカニズムがめっちゃ詳しく載っていて、これを見ながらね、法のあれがね、ぐるぐる回る様子とかをね、考えながら作ることができました。すごい詳しいんですよ、この本。球団のメカニズムから始まって、球薬のメカニズムとか、あと装填のメカニズムまでね、すげえ細かく載っているので、この本、あ、めっちゃ面白いなって思いました。あとね、このオプションで買ったハンドレールセット、これなんかやりづらいよってコメント結構いただいていたんで、苦戦するのかなって思ってたんですけど、まあ、まだ私はね、この手すりのものしか知らないので、他のとちょっと比較することはできないんですが、まあでもね、これでも全然、あ、できんじゃんってなりました。まあ、動画見ていただいていたらね、なんか苦戦してるのは伝わったと思うんですけど、苦戦したけどね、全然、あー、もう嫌って感じにはならなかったです。まあ、まだね、これからも環境とかね、手すりいっぱいつけるとこあるんで、まあ最初だけ楽しかったのかもしれないけど、まあこれでね、今回全部やっていこうかなって思います。が、結構楽しかったですね。来週は環境を作っていこうと思ってます。いつもたくさんのコメント本当にありがとうございます。再生数もね、どんどん伸びてきて、自分でもびっくりしています。編集もね、頑張っていくので、これからも見ていただけたらとても嬉しいです。それではね、また来週の動画でお会いしましょう。では。